いやー、なんか春に気軽に羽織れるようなアウターあると便利なんだよな。ロング丈のアウターじゃなくて T シャツの上にさらりと着たらそれだけで着こなしが完成するようなアイテムがあるといいんだけどなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕のブランドソーのですねオリジナルのシャツアウターが完成したので皆さんにですね全力で解説をしてみたいなと思います。実はですね動画の中ではちょこちょこと着ているこちらのアウターなんですが、結構コメント欄を見ていてもそれどこのアウターですかと聞かれることが多かったので、今回の動画の中で解説をしていきたいなと思っています。僕はですね結構ロング丈のアウターも好きなんですが、このように丈がそんなに長すぎないようなアウターが大好きなんですね。まあ、これまでいろんなこのようなアウターを買ってきました。 CPO ジャケットですとかミリタリー系のブルゾンですとかシャツアウターみたいな形で言われることが多いアイテムなんですけども、その中で僕がですね、まあ、実際にこんなものがあったら着たいなというものをですね形にしたのが今僕が着ているこちらのシャツアウターなんですが、ベースとなるデザインはですねファティーグジャケットというものでミリタリー系のジャケットですね、こちらをベースのデザインとしたわけなんですが、ゴリゴリのミリタリーアイテムに見えないようにいろいろと調節をしているんですね。まずデザインで言うとシャツアウター型のデザインになっていまして、まあ、ファティーグジャケットといったらこの胸のポケットなんですね。左右対称にちょっと大きめのですね蓋付きのポケットがついてまして、これがデザインのアクセントになっています。でファティーグジャケットというとこの胸のポケットだけではなくて腰にも大きめのポケットが2つついてることが多いんですが、それはそれでかっこいいんですけども、どうしてもですねアクセント要素が強くなりすぎてしまうので腰のポケットはあえてつけませんでした。ただですね荷物ある程度収納できたらいいなというのと、どうしてもですねこういったシャツ系のアイテムって手が突っ込むところがないのが個人的に寂しいので、こちらはですねちゃんとサイドにこのようにポケットをつけています。まあ、ここでちゃんと収納量も確保してますし、なんとなく落ち着き感があって僕はこのポケットあるかないかは大きな違いかなと思ってるんですが、ここにポケットをつけています。まあ、ある程度簡略化したファティーグジャケットというところがこちらのデザインの大きな狙いなんですが、まあ、サイズ感もですねゴリゴリのミリタリーっぽいものではなくて少し肩のラインを落としたような現代的なゆとりのあるデザインにしています。かといって大きすぎるのではなくてちょいゆるサイズぐらいに抑えているので大人の男性には着やすいような、そんな雰囲気に収まっているかなと思っています。でミリタリーのジャケットのカラーとしてやっぱり代表的なのはオリーブ系、そしてあとはブラックネイビー系というところが代表的かなと思うんですが、まあ、そういったものは結構いろんなお店で展開があるのでちょっと違ったアプローチをしたいなということで今回使っている素材なんですがシャンブレーですね。まあ、ほぼデニムに見えるようなちょっとこうインディゴブルーの色合いですね。これがすごく魅力的な仕上がりになったかなと思います。なかなかこのような仕上がりのファティーグジャケットというのは珍しいかなと思うんですが、まあ、素材にもだいぶこだわりまして、デニムの産地岡山県の本当にちっちゃな生地を作っているですね会社さんにお願いしてこちらの生地を使わせていただいてるんですが、結構ですね名だたるブランドがこちらの生地を使ってまして、動画の中ではちょっと言えないんですが誰もが知るような有名なブランドもこちらの生地を使っているので、かなりこの素材自体のクオリティも高いものを使っています。で生地としてはもうほぼシャツに近いような感じなんですが、シャツ以上アウター未満というところで様々な季節に使いやすくて、例えば今のような春時期も使えますし、さすがに夏は暑いかなと思うんですがまた秋ですね9月後半からまた使うことができて、まあ、この上にコートとかアウターを着てしまえば真冬も着ることもできるので、ほぼ3シーズン使えるようなそんなアウターに仕上げています。実際ですねこのアウターが仕上がったのは去年のですね春だったんですね。1年前だったんですけども、なかなかですね量産体制が整わなくてリリースするタイミングがずれてしまったんですが、僕は去年の春も来たし秋冬も来たので結構長い期間ですねこちら愛用してたんですが、1枚あるとすごく便利なアイテムなのでミニマリスト的にも活用しやすいようなそんなアイテムになってるかなと思っています。まあ、コーディネートはすごく簡単で今のようにですね白 T の上に羽織ってボトムスはいつも通りブラック系のパンツを合わせればそれだけで着こなしが簡単に完成してしまいます。春でも秋でもこのような着こなしできるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいんですが、まあ、他にもですねコーディネートのバリエーションがあるのでちょっと着替えてお見せしてみたいなと思います。はい、ということで着替えてみましたがどうでしょうか。まあ、先ほどはですね内側 T シャツだったかなと思うんですが、今度はストライプ柄のシャツを取り入れてみました。まあ、T シャツよりもシャツの方がちょっと小綺麗に見えますし、このようなストライプ柄を入れることでアクセント効果もあるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもこういった着こなしお試しいただければなと思います。でボトムスなんですが、先ほどのようなブラックももちろん合うんですけども、まあ、今回履いたようなホワイト系にも結構相性がいいんですね。まあ、インディゴブルーの深めの色合いとホワイト、
コントラスト高いですね組み合わせになるんですが、これも春らしい着こなしとして結構使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ試していただきたいなと思います。1着あれば結構内側は T シャツだとかシャツでも合いますし、ボトムスはブラックだとかその他には旬なホワイトだとかそのあたりにも合うので、結構手持ちのアイテムとの相性もいいかなと思うので、ぜひ試していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではソーのオリジナルとなるシャンプレファティーグジャケットについて解説をさせていただきました。実はこのアイテムはですね、すでに僕がもう一つ運営していますメンバーシップチャンネルの方では一度発売していまして、わずか1時間で完売してしまったモデルでもあるんですね。今回2回目の販売になるわけなんですが、残念ながらですね、こちらの生地自体がもうストックがなくてですね、今回最後の生産になるので、ぜひ気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみにこちらはですね、予約販売という形になってまして、注文をいただいてから実際にお届けするのがですね、だいたい6月末ぐらいになるかなと思います。まだ梅雨時期ぐらいだと思うので、きっとガンガン着ていただけるかなと思いますし、また秋から冬にかけて着れる時期があるかなと思うので、気になる方はぜひ検討していただきたいなと思っています。で、今回はですね、予約期間を設けました。本日からですね、今週末の土曜日予約期間を設けていますので、この期間にですね、ぜひ気になる方はチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。